なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第3章勇者学院編第109話戦場に響く幼子の声第110話2000年前の亡霊朗読を始めます。魔王学院の不適合者第109話戦場に響く幼子の声。はあ。レイは霊人人剣を振るう。その刃は無数の閃光と化し降り注ぐギアグレアスとジラスドをことごとく切り裂いた。まるで闇を払うかのように絶望を打ち消すかのようにまばゆい光が俺の体を照らしていく。見事だ。体が光に包まれていた。霊人人剣のつけた傷跡が、この根源を滅ぼしていく。魔王様。ディルヘイドの先遣隊、その中でも一番足の速い部隊であろう。およそ500名の魔族の兵がこの場に到着する。彼らは暴虐の魔王を助けに来たのだろうが、もう遅い。俺の体をまとっていた光が一気に弾けた。それが次第に収まり、体が消滅していく。己、人間どもめ。先遣隊の隊長は、魔剣を抜き、空に掲げた。私は暴虐の魔王様よりミッドヘイズを預かりし魔行、エリオ、ルードウェル、我がミッドヘイズ部隊はこれより、魔王様の黄泉への旅路に随人する、愚かな人間どもよ、我が君への慰めとしてくれよう。ミッドヘイズ部隊は、ガイ・ラディーテ魔王討伐軍と睨み合う。今にも戦いが始まろうとする寸前で、レイは聖剣を掲げた。我が名は勇者カノン。暴虐の魔王アボス、ディル・エビアは討ち取った。霊人人剣エヴァンス・マノは魔王を滅ぼすための聖剣。根源を貫かれた魔王は二度と蘇ることはない。高らかにそう宣言し、レイは先遣隊の前へ出る。誇り高きディルヘイドの兵よ。主君の号王とは見事な心がけだ。しかし、暴虐の魔王が最後に残した言葉を忘れたか？全軍、ディルヘイドに撤退せよ。世が再びこの地に転生するまで、アゼシオンへの報復は許さぬ。生きよ。魔王が、戻る。その日まで、それが、リークス、で伝えられた暴虐の魔王の言葉だ。主君の言葉か、勇者の聖剣か、お前たちはどちらを信じる？霊人人剣で根源を貫かれた魔王は二度と蘇ることはない。だが、暴虐の魔王は再び転生すると言った。エリオはぐっと歯を食いしばる。その目には復讐心がありありと浮かんでいた。だが、それでも後続の彼にとって、何よりも優先されるのは暴虐の魔王である。勇者の聖剣と主君の言葉、その二つのどちらを信じると挑発されれば、答えは決まっている。全軍、撤退せよ。魔王様の帰りを待つ。ミッドヘイズ部隊が後ろを見せる。おえ、逃がすな。すると追撃するとばかりに、今度はガイ・ラディーテ魔王討伐軍が前進した。その前に、レイが立ちふさがった。平和を愛するガイ・ラディーテの兵よ。アボス、ディル・エビアはもういない。魔族たちは暴虐の魔王の言葉を信じ、奴が転生するまで攻めては来ないだろう。だが、魔王が再び蘇ることはない。エヴァンス・マナにより、その根源はすでに崩壊したのだから。神々がもたらした伝説の聖剣の力を疑う者はガイ・ラディーテにはいない。奴らは未来永劫、暴虐の魔王の帰りを待ち続ける。決して訪れることのないその時を。これは罰だ。永久に続く、奴らへの戒めだ。我らが同胞よ。高らかにレイは言った。我々は勝利したんだ。争いは終わった。今、この瞬間、アゼシオンに平和が訪れたんだ。霊人人剣を大きく掲げたアトレイは魔法陣を描き、そこに鞘を召喚する。エヴァンスマナを鞘に収めてみせると、ガイ・ラディーテの兵たちも皆、勝ち時を上げながら剣を収めていった。暴虐の魔王が蘇るまで、魔族はアゼシオンに侵攻することはない。そして、未来永劫、暴虐の魔王が蘇ることはない。そうすれば、アゼシオンもまたディルヘイドに侵攻することはない。これで、終わりだ、アノス。レイがつぶやく。その時、光の砲弾がガイ・ラディーテ魔王討伐軍から放たれた。レイはとっさに右手でそれを引く。次の瞬間、
数千もの光の砲弾が一斉にディルヘイド軍へ発射された。ふっ、とっさにエヴァンスマナを抜き放ち、その魔法テオトライアスを投げ払う。だが鞘に収めていたわけ、一呼吸遅れたか、その中の一発がレイの脇を通り抜けた。くっ、狙いはミッドヘイズ部隊だ。撤退していた兵士数人にその光の砲弾が着弾した。爆発が巻き起こり、砂ぼこりが舞い上がった。な、魔族の兵が声を上げた。己、黙って引き下がっていれば後ろから撃つなどと卑劣な真似を。ディルヘイド軍が憤りをあらわにする。騙されるな、奴は勇者カノンではない。魔族だ、魔族は殺せ、皆殺しにしろ。叫んだのはガイ・ラディーテ魔王討伐軍の総帥ディエゴだった。しかし、総帥。敵は戦意を喪失しています。暴虐の魔王も滅ぼしました。我々の悲願は果たされたのです。万が一あのカノンが魔族だとしても、敵意はない様子。もう戦う理由など。黙れ、魔族は皆殺しだ。俺の命令が聞けないのか。これ以上は、無益な戦いです。そんなことで兵の命を犠牲にするわけに。ストン、と進言した復刊の腕が切り落とされた。逆らうなら貴様も殺すぞ、ゼシア隊。前へ出ろ、ガブエル、だ。あの偽物のカノンもろとも、魔族全員消し飛ばしてくれるわ。鎧と兜を身につけ、顔を隠した1万人のゼシアが前進する。彼女たちは一斉に、左胸に魔法陣を描いた。全軍、止まれ。仲間を撃たれてまで、おめおめと引き下がっては、我らの盾となった魔王様に笑われる。魔族の誇り、人間どもに思い知らせてくれる。エリオの命令で、ミッドヘイズ部隊が止まり、再び魔王討伐軍へ向き直る。その時だ。待って。声が響いた。やがて、砂ぼこりが晴れていくと、そこにエレオノールの姿が浮かぶ。彼女は、デイジェリアを正面に展開しており、魔族の兵を守っていた。テオトライアスを防ぎ切ったか、彼らは全員無傷だった。無事だから、誰も死んでないぞ。エリオは驚きと警戒心を持った目で彼女を睨んだ。エレオノールは魔族ではない。なぜ魔族の兵をかばったのか、疑問でならなかったのだろう。何をしている？この失敗作が、魔族への憎悪を忘れたばかりか。今度は人間を裏切るつもりか。ディエゴが怒りを込め、リークスを発する。どうして、もう戦う理由なんてないはずだぞ。暴虐の魔王は死んだ。ディルヘイド軍は撤退しようとしてる。これ以上は守るための戦いでも何でもない。敵も味方も殺すだけの、ただの虐殺だぞ。そんなこと、あなたが憎いという暴虐の魔王でもしなかった。黙れ、この俺が。薄汚い魔族以下だというのか、ありえん。これは、復讐だ。俺たち人間から全てを奪った魔族どもへ下す、正義の鉄槌なのだ。あなたは何も奪われてなんかない。その憎悪は、その正義は誰のものなの？あなたのものじゃない。自分以外の心に支配されて、争うなんてただの馬鹿だぞ。僕たちは、本当は、戦いたくなんてなかったはずだ。黙れと言っている。魔法の分際で舐めた口を聞くな、エレオノール。エレオノールの体に魔法文字が浮かぶ。そこから聖水が溢れ出し、球状と化して、彼女を覆った。エレオノールの魔法が発動し、彼女の行動が制限される。そこでおとなしく見ていろ。ディエゴが光の聖剣エンハーレを抜き放ち、頭上に掲げた。テオトライアスを一斉放火しつつ、突撃せよ。魔族を射程に入れ次第、自爆しろ。一万人のゼシアが前へ出る。ゼシア、お願い、やめて。そんなのダメだぞ。君たちは殺したくなんかない。誰も殺したくないはずだぞ。貴様の言うことなど聞かん。貴様も、そいつらも、魔族を殺すための兵器だ。行け。一万人のゼシアは、全員、光の聖剣エンハーレを抜き放ち、ディルヘイド軍へ向かっていく。放たれる、テオトライアス、オレイがエヴァンスマナで切り裂き、ゼシアが展開する、ガブエル、の魔法陣を切断する。だが、いかに霊人人剣、いかに伝説の勇者カノンの再来といえども、数が多すぎる。
彼は向かってくるゼシアの人々で殺していないのだ。その戦い方では長く持たないのは目に見えていた。数人のゼシアがレイのエヴァンスマナをくぐり抜け、彼の懐に入った。その至近距離の根源爆発は、レイの根源にすら大きなダメージを与えるだろう。ゼシア、エレオノールが叫ぶ。けれども、ゼシアたちは、エンハーレを左胸に突き刺そうと腕を振り上げる。そして、そこで、ピタリと動きを止めたのだ。まるで時間が止まったかのようだった。一万人のゼシアは皆、微動だにせず、立ち尽くしている。その静寂は時間にすれば数秒か、あるいはもっと少なかったかもしれない。やがて、彼女は口を開く。た、す、け、て。そんな幼子のような声が、戦場に轟いていた。第110話、2000年前の亡霊。ゼシアたちの手から、光の聖剣エンハーレがこぼれ落ちる。そのすべての聖剣が、地面に突き刺さり、物悲しい輝きを発した。何をしている?このバカども、行け、行って、魔族を皆殺しにしろ。ディエゴが命令を発する。しかし、ゼシアは動かなかった。ただ言いなりになるだけだった彼女たちは、その意志をあらわにするように涙の雫をこぼしている。どうした?行け、行かんか。ディエゴが大声を張り上げるも、やはり彼女たちは微動だにしない。己、かくなる上は。ディエゴが魔法陣を描く。ガブエルを強制起爆させる魔法だ。彼が魔力を込めようとした瞬間、その指先が手首から切り落とされていた。グオー、ガー。ディエゴは腕を押さえ、苦悶の声を上げる。僕が、間違っていたよ。レイがディエゴの首にエヴァンスマナを突きつける。ゼシアの動きが止まった隙を突き、一気にガイ・ラディーテ魔王討伐軍の布陣を抜けてきたのだ。何の話だ?救いようのない人もいるってことだよ。君のようにね。レイの眼光がディエゴに突き刺さる。だが、その瞳はディエゴではなく、どこか遠くを見つめているように思えた。何をしている、お前ら。やれ、たとえ聖剣を持っていようと敵は一人だ。恐れることはない。ディエゴが周囲の兵に怒声を飛ばすも、彼らは剣を抜こうとはしなかった。おい、耳が聞こえんのか。こいつをやれと言っている。しかし、兵たちはうつむくばかりだ。その中の一人が言った。伝説の勇者カノンに向ける剣を、私どもは持っておりません。バカな、何を寝言をほざいている、お前たちの魔眼は腐っているのか。こいつは魔族だ、俺こそがカノン、伝説の勇者の生まれ変わりだ。あなたに、兵士がつぶやく。意を決したように彼は言った。あなたに霊人陣剣が抜けましたか?ディエゴは絶句する。そうして顔を真っ赤にして周囲の兵を睨んだ。試してもらってもいいけど。レイはエヴァンスマナを地面に突き刺した。霊人陣剣は正しき心の持ち主を選ぶ。僕が魔族で、君が勇者だと言うなら、霊人陣剣は君の味方をするはずだ。舐めるなよ。すぐさまディエゴは霊人陣剣の絵を手にする。そして、ぐっと力を入れた瞬間。ぐあーっ。聖なる光に裁かれるように、ディエゴの全身に白い電流が走った。なぜだ、なぜだ、霊人陣剣、なぜ魔族の味方をする？それが聖剣の答えだよ。魔王は滅びた。僕たちはもう争うべきじゃない。突きつけられた言葉に、ディエゴは苦渋の表情を浮かべる。あなたに比べれば、魔族の方がよほど慈悲深い。先ほど、ディエゴに腕を切られた復刊がぼそっとつぶやいた。だと、貴様、誰に向かって。戦いは終わった。我らが守り神、聖剣の意志に従い、伝説の勇者カノンの言葉に従い、ガイ・ラディーテへ凱旋する。復刊がそう声を上げると、兵士たちは声を上げ、ガイ・ラディーテの方角へ引き返していく。待て、貴様ら、勝手な真似は許さんぞ。ディエゴが怒声を発するも、その命令を聞く者はもはや誰もいない。波が引くように数万の兵が去っていく中、ディエゴがだけがポツンと取り残される。彼は膝をつき、うつろな瞳で、つぶやいた。終わりではない。不気味で、いびつな、おぞましい声であった。憎悪に染まり、
奈落の底に沈んだような、そんな響きだ。彼はぐっと拳を握りしめる。爪が手に食い込み、血が滴った。2000年間、種は撒いた。今が結実の時。ディエゴの体を光が包む。アスク、の魔法だった。どこからともなく声が響く。殺せ。不気味な声が。魔族を、殺せ。おぞましい声が。殺せ。憎悪に満たされた、不快な声が。残念だけど、レイはディエゴの頭に迷わず霊人人剣を振り下ろす。だが、寸前でその歯を止めた。アスクを使ったディエゴ本人が前のめりに倒れ、意識を失ったのだ。だというのに、本来ならば消えるはずの、アスクの魔法は効果を保っている。人が倒れる音がした。レイが視線を向ければ、先ほど撤退を始めた魔王討伐軍の兵士が、次々と倒れていく。その体は、皆一様に光に包まれていた。これは?ゼシア?エレオノールが声を上げる。魔王討伐軍同様、ゼシアたちがその場に身を横たえる。彼女たちの体もまた、アスクに包まれていた。薄汚い、魔族どもよ。戦場に声が響く。アスクの影響下にあるものだけでなく、ディルヘイド軍にも、それが聞こえたことだろう。私は、ジェルガ。ジェルガ?レイがつぶやく。魔族を滅ぼす意志ある魔法、魔族断罪ジェルガ。アゼシオンの方角から、上空に、アスクの光が集まってくる。それが地上へ降り注ぎ、ぎゅっと凝縮されていく。やがて、うっすらと体が浮かび上がった。先生。レイが言った。凝縮された光、魔力で作られたその魔法体は、確かに2000年前、暴虐の魔王を恨み続け、魔族を滅ぼす勇者学院を作った男、ガイ・ラディーテ魔王討伐軍の総帥ジェルガであった。カノン、2000年前、私は言ったはずだ。彼が口を開く。レイは信じられないと言った表情でその姿を見た。魔族というのは、お前の優しさを与えてやるような生き物じゃない。この世にあってはならない、汚れた存在だと。まだ体が不完全なのか、ジェルガはその場から動こうとはしない。勇者学院の設立に反対し、暴虐の魔王をかばっただけでは飽き足らず、まさかお前が魔族になろうとはな。残念だ。カノン。残念だよ。レイは憂いを帯びた表情を浮かべ、そいつを見据えた。ええ、先生。僕も残念です。あなたが、そこまで人の心を失っていたことが。霊人人剣の刃先をレイはジェルガに向ける。先生は2000年前の亡霊です。その根源も本来であれば消え去っているはずのもの。僕が終わらせてあげます。あなたのその憎しみと共に。ジェルガから光の砲弾が放たれる。それをいともたやすくレイはかわし、霊人人剣を彼に突き刺した。はあ。エヴァンスマナの神々しい光がジェルガを切り裂く。しかし、一度無惨したかに思えた彼は、また元の姿を取り戻した。無駄だよ。カノン。霊人人剣は暴虐の魔王を滅ぼすための聖剣だ。魔族にこそその力は絶大な効果を発揮するが、魔族断罪ジェルガの魔法はその剣と同種のものだ。真に聖なるものを、その聖剣は滅ぼすことはできない。レイは左手で魔法陣を描く。姿を現したのは、一位剣シグシェスタだ。残念だが、今度はこちらの番だ。ジェルガの左腕にますます光が集い、ゆっくりと動いた。彼が魔法陣をかけば、それに連動するようにひれ伏したゼシアの左胸に次々と魔法陣が浮かび上がっていく。1万人分の根源爆発だ。この森にいる魔族は逃げられぬだろうな。くっ。レイは体を反転し、聖剣と魔剣でゼシアに浮かぶ魔法陣を破壊していく。させないぞ。エレオノールが魔力を発して、ゼシアに浮かんだ、ガブエル、の魔法を消していく。それでも、1万という数は多すぎた。一箇所に固まっているならともかく、ゼシアたちは森の底かしこに点在しているのだ。無駄だ。わかっていよう。間に合わぬよ。さあ、それはどうかしら?上空から声が聞こえた。ジェルガが視線をやれば、サーシャとミーシャがそこに浮かんでいる。暴虐の魔王の配下か。2000年前の魔族に遥かに劣るその力で、一体どうするつもりだ?
何もできはせん。自らの無力を嘆き、罪を抱えて死ぬがいい。おあいにくさま、2000年経って、魔族は弱くなったばかりじゃないわ。二人の後ろにゆっくりと姿を現したのは、骸骨の体を持つ男。キチマコウロウが一人、アイビス、ネクロンだ。我が直系にして、暴虐の魔王の寵愛を受けしそうつこよ。我が君に弓引く愚か者に、ネクロンの秘術を見せる時が来た。サーシャはミーシャと視線を交わす。そして、互いに両手をつないだ。怖くない。そう、ミーシャが言った。そうね。そう、サーシャが答える。私はあなた。と、ミーシャが言った。あなたは私ね。と、サーシャが言った。二人は自分の体に半円の魔法陣をそれぞれ描き、それを互いにつなげて一つにした。アイビスは両手をかざし、その魔法陣の上にもう一つ魔法陣を重ねる。彼の全魔力がそこに注ぎ込まれていく。正しき姿に戻るがよい。アイビスの言葉に続き、二人は同時に言った。ギノジクセス。魔力の粒子が立ち上る中、二人の体が溶けるように、スーッと交わり、一つになる。サーシャとミーシャ、どちらの髪の色でもない、銀髪の少女がそこにいた。二つに分けた根源を、再び一つにし、その魔力を増幅させる融合魔法。過去の自分たちと同化したミーシャとサーシャの、ギノジクセス、は不完全だった。だが、根源クローンとは違い、完全に同一の根源から分かれた二人の間には、再び結びつこうとする力が働く。それは一つの根源となったサーシャとミーシャの間でも同じことだ。故にこの、ギノジクセス、にて、その魔法を完全に近づけることができる。いや、魔力の高だけで言えば、完全以上だろう。二つに分けた根源を一つに戻すのではなく、二つの根源を融合させるのだから。消えなさい。破滅の魔眼。銀髪の少女から、サーシャとミーシャの声が響く。ミーシャの魔眼が森の中、木々に覆われたゼシアの魔力さえ見つけ出し、10,000人すべての彼女とそこに浮かぶ、ガブエル。の魔法を捉える。そして、視界に捉えたサーシャの魔眼が一瞬にしてその魔法術式を滅ぼした。小賢しい、ハエメ、落ちろ。ジェルガの右腕の輝きが増し、それが動く。彼は銀髪の少女めがけ、テオトライアス、を放った。無駄よ。テオトライアス、の魔法術式を破壊。破滅の魔眼、の前に光の砲弾はあえなく消滅する。だが、ジェルガは構わず、テオトライアス、を打ち続ける。彼の右手の先に巨大な魔法陣が描かれ、そこから雨あられのように光弾が発射された。数を打てば、どうにかできると思った？テオトライアス、46発を確認。破壊する。サーシャとミーシャは、連射される、テオトライアス、と、ゼシアの胸に浮かぶ、ガブエル、の魔法陣を、その、破滅の魔眼、でことごとく破壊していく。その銀の魔眼の前には、どんな魔法も無と化すことだろう。幾分か魔力はあるようだが、状況が理解できないようだな。大した魔眼だ。しかし、それでどうする？貴様らは防戦一方。それだけの反魔法だ。すぐに魔力も尽きよう。時間稼ぎにしかならん。さらにジェルガの体に光が集う。彼の両足が、続いて、その体が、輝きを増した。無数に放たれた光弾の一つが、破滅の魔眼をすり抜け、銀髪の少女に直撃する。かろうじて、反魔法がそれを防いだ。時間が稼げれば、十分だわ。待ってる。待ってどうなる？アノスが来るわ。あなたを倒しに。信じてる。にぃ、とジェルガの口元が歪む。あざ笑うように彼は声を上げた。く、はははは。それだけの魔眼を持っていながら、わからぬか。暴虐の魔王は死んだ。霊人人権エヴァンスマノは神が作った魔王を滅ぼす聖剣だ。それに貫かれ、根源は欠片も残らず消滅したのだ。蘇るはずがなかろう。そんなの、知らないわ。見えなくても、信じてる。光弾が何度も何度も、銀髪の少女を撃つ。それでも、彼女たちは地上を見つめ、ガブエル、の魔法陣を破壊し続ける。私は守るわ。アノスが守りたかった平和。お前が守れって言われたんだから。
誰も死なせない。ジェルガの頭部に光が集う。すると、彼の魔法体はまるで実体を持ったかのように具現化した。根源を滅ぼしたぐらいで、私の魔王が死ぬとでも思ったの。アノスは一人で勝手に死なない。破滅の魔眼が全ての鉱弾を破壊した。とうとう常識も理解できぬようになったか。哀れな魔族よ。お前らの王脳は心地がいい。さらなる絶望を味わうがいい。2000年前、私が味わった苦痛を何百倍にもして貴様らに返してやろう。トーラの森を覆うように、巨大な4つの魔法陣が出現する。それぞれ、地、水、火、風で構成されたそれは、デイジェリア、である。その魔法結界が一瞬、破滅の魔眼の威力を防いだ。一人のゼシアの左胸に、ガブエルの魔法術式が完成する。まずは一人だ。10秒後にもう一人。貴様らが泣いてやめろと懇願するまで、一人ずつ爆発させてやる。守りたかった者が、順番に死んでいく悲しみを、とくと味わえ。ジェルガがぐっと左手を握る。ガブエル。レイが走った。サーシャとミーシャが魔眼を凝らした。エレオノールが、声を上げる。だが、間に合わない。それでも、ゼシアは爆発しなかった。全員の視線がそこに集中した。バカ、な。ジェルガのつぶやきが漏れる。彼の瞳が映したのは、暴虐の魔王。アノス、ボルディゴード。ふむ。どうやら俺のこともわかるようだな。ゆるりと、俺は足を踏み出し、ゼシアたちの倒れた場所を歩いていく。ご苦労だったな、レイ、サーシャ、ミーシャ、エレオノール。よく持ちこたえた。先ほどのゼシアだけではなく、この場すべてのガブエルにレバイドをかけ、魔法の時間を停止させる。なぜ、だ、一体、なぜ？その身を魔法に貸そうと、鈍いのは変わらぬな、ジェルガ。俺を常識で測るな。驚愕の表情を浮かべるジェルガに、俺は言った。根源を滅ぼせば、蘇らぬと思ったか。次回は、魔王学院の不適合者、第111話、憎悪の行く末、第112話、世界が愛に満ちるように、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。